キツネと猟犬はダニエル・ P ・マニックスによって書かれた小説である。挿絵はジョン・シェインヘルによる。一歳になるまで人間に育てられたトッドという赤キツネとマスターとして知られている近所のハンターが飼っているコッパーというブラッドハウンドの物語である。トッドがマスターの最も大切にする猟犬の死亡の原因になってしまった後、マスターとコッパーがトッドを容赦なく狩る。 これが人間たちの変えている世界やトットの獲物を、飼ったり、メスを追いかけたり、縄張りを守ったりする毎日生活と対照する。小説を書く前の準備として、マニックスが飼いならされた狐及び野生の狐や、様々な狩りの仕方や猟犬がどう狐を追っているかを、学習した。この研究をした理由は、登場人物が現実的に行動できることである。 1967年に小説がダットン動物文学賞を受賞した後、9月11日に EP ダットンによって出版された。それに、1967年にリーダーズダイジェストのブッククラブの選んだ本になり、アセニアム文学賞を受賞した。評論家の受けが良かった。評論家が小説の詳細やマニックスの文章を褒めた。 小説がラットン動物文学賞を受賞したとき、ウォルト・ディズニー・カンパニーが映画上映券を購入したが、1977年まで映画の制作が始まらなかった。小説の内容とはだいぶ変わったが、ディズニーのキツネと猟犬が1981年7月に公開されたとき、大当たりとなった。マスターが田舎で猟犬の群れを飼っていた。 群れの中でコッパーというブラッドハウンドの後輩種が一番好きだった。しかし今コッパーがチーフという若く早いブラックタンクーンハウンドに脅かされる。コッパーが群れのリーダーという役割を引き継ぐチーフのことが嫌いのだ。熊狩りの時コッパーが怖いうちにチーフがマスターを熊から守る。マスターがコッパーを無視しながらチーフを褒めそうやす。 コッパーの憎しみや嫉妬が募っていく。トットは家族を殺した人間のハンターたちの一人に育てられた赤狐である。トットが当初この生活を楽しんでいるが、性的成熟が起こると野生に帰る。野生生活の一年間に縄張りを作り始め、近所の牧場の猟犬に駆られないための技法を習う。ある日、トットがマスターの家を見つけ、 自分の存在が繋いだ犬を逆上させる。からかうのを楽しみ始めるが、ある日チーフが繋いだ鎖を切り、トッドを追いかける。マスターが犬の逃亡を見かけ、コッパーと一緒にたどる。チーフが巧みに狐を追いながら、トッドが電車が接近する時の鉄道に逃げる。トッドはギリギリまで待って飛び出したが、チーフは電車に引き殺された。マスターはチーフの死を悲しみ、コッパーに トット以外のキツネを無視することを教える。これからずっと復讐するために男と犬が様々な技法を使いながらキツネを狩る。かく狩り、良犬とキツネが裏をかき合う仕方を習うが、毎回トットが結局逃げる。トットが年上のメスのキツネとつるみ、一腹の小狐が生まれる。小狐が大人になる前、マスターガスを見つけ、小狐をガスで殺した。その冬、 マスターが、トラバサミを仕掛ける。トットが取らない仕方を分かるようになるが、メスが取って殺される。1月に、トットが新しいメスに会い、もう一腹の小狐が生まれる。マスターが、ウサギの鳴き真似をしながら、動かずに森に座る。この方法で小狐を殺す。そして、傷ついた小狐の鳴き真似をすることで、メスを殺せる。年が経つにつれて、 田舎が徐々に都市部に変わっていく。新しい建物や道路などが建てられ、農家は追い出されていく。多くの野生動物が残ったものの、狩りがだんだん難しくなる。それでも生息地なので、トットがとどまる。他の狐が不健康の腐食動物になり、生活が変わる。例えば、家族として生活することの代わりに、狐の二人はつるむ後に分ける。今 マスターが多くの電磁を失い、飼っている犬はコッパーしかいない。毎年の冬、また、トットを狩る。マスターの生活の中で変わっていないことはこれだけだから、毎年、トットの狩りを楽しみにする。マスターがお酒を飲んで、時間を過ごす。周りの人が犬禁止の老人ホームに引っ越すのを、進め始める。ある夏、狂犬病が狐の間で流行する。 感染した狐の一匹が人間の子供たちを襲った後、両親たちがマスターに狐を殺すのを手伝わないかを頼む。マスターが狐をできるだけ殺すためにトラバサミや毒薬を使う。しかし、毒薬が家畜も殺す。人間の子供が毒薬を食べたせいで死んでしまった後、人間がすべての毒薬を除く。そして、マスターが狐を森から出し、撃てるために、 たくさんの人が森にまっすぐ歩いていくという計画を立てる。狩猟用グレーハウンドを使う警告もある。年をとっているトッドが毎回逃げる。ある朝、トッドがグレーハウンドから逃げた後、マスターがコッパーにトッドを彼れと教える。その日と次の朝もコッパーが容赦なくキツネの後を追っている。トッドが結局疲労で死ぬ。コッパーも疲れ切って倒れる。 マスターはコッパーが全開するまでいたわる。マスターとコッパーは大変人気があるが、2ヶ月ぐらいが経ってからその人気が衰える。マスターがもう一度寂しくなり、お酒を飲みすぎるようになる。老人ホームに引っ越すことがまた勧められるが、今回は頷く。泣きながら壁から猟銃を取る。コッパーを家の外へ連れ、優しくなで、伏せと命令する。コッパーが信用して手を舐めながら、 マスターはコッパーの目を覆う。狐の行動や習性を現実的に映し出したかったので、マニックスが一年間自宅で飼っていた2匹の狐を学習した。マニックスはこの狐が飼ったり戦ったりつるんだり普通の生活をするのを見るぐらい慣れたと言った。それに狐の生き方をきちんとわかるために野生の狐の学習もハンターやウォーデンや 猟犬のマスターなどのインタビューも言った。マニックスが小説の後書きにこの研究を論じる。小説の内容がありえないと言われないように自分で行った野生の狐の見学や他の人の狐に関する話を書く。トットのハンターから逃げる方法といえば、マニックスが小説の元にする自分で見た狐の行動や他の人が伝わった話を書き表す。 例えば、マニックスによる、キツネが、本当に、羊や牛の群れの中に走り抜けないと言われることがあるが、自分の目で部屋の窓から見たことがあるそうだ。トッドが電車が接近するときに鉄道に逃げることは、ペンシルバニア州のソーンデール町に近い、ウィットフォードセールズという地域のマスターがマニックスに伝わった話をもとにする。このマスターがキツネが、よくこの方法で猟犬を死なせるので、 その地域で枯れないようになった。マニックスは人間が動物の心や刺激を知れないので擬人化を避けられないと感じた。マニックスは動物が人間と比べると初歩的な理性があるが人間と動物の考え方が違うと思った。狩りの描写の説明の中で人間と違う嗅覚がある猟犬が同他の動物の匂いに反応する。コッパーが最後に トットを狩る話を語る最後の章は、ボストンという1歳2ヶ月のブラッドハウンドと、フォックスハウンドの雑誌と、オールドボール D という狐の話を元にした。ハンターの中で、オールドボール D は、たくさんの猟犬を走り抜ける狐として知られている。マニックスが、レクリエーションという雑誌でこの話を読んだ。記事では、1887年10月に、ボストンが1日半。 ボールディという狐を80キロにわたっておった。マニックスによると、ボストンとボールディが一緒に亡くなり、一緒に葬った。レクレーションの記事では、ボストンが助かったが、完全に治ってなく3歳で亡くなった。コッパーは、マニックスと一緒に狩りをした、b ィアトキンスという有名な猟犬の調教師の一番好きな猟犬を元にした。小説に出る人間のキャラクターは、 アリゾナ州の通村にあるオロバレーに住んでいる人の生活や癖をもとにした。1967年に EP ダットンがマニックスの未発表の小説を新しい作家向けの最高の動物に関する本を見つけるためのダットン動物文学賞の勝者として選んだ。マニックスが1万ドルを受け取り、小説が1967年9月11日に EP ダットンによって アメリカ合衆国で出版された。同時にカナダでクラーク・アーウィンカンパニーによって出版された。1971年にポケットブックスによって再刊された。アメリカ合衆国とカナダ以外、この小説は12カ国で出版された。例えば、1968年にフィンランドのオタバとドイツのホフマンカンペから出版された。 1967年に、キツネと両県は、リーダーズダイジェストのブッククラブの選んだ本になり、リーダーズダイジェストの出版社が、ようやく版を出版した。同年に、アセ、ニアム文学賞を受賞した。アメリカ図書館協会のブックリストはこの小説が、動物についての本の中で最も素晴らしい作品の一つと、述べ、面白い心理学。 珍しく美しい文体とあまり知られていない狩りと動物に関する話の組み合わせを称賛した。ブックリストによるとパブリッシャーズ・ウィー,ークリーは小説が大変おすすめで動物の世界の素晴らしい描写だと述べた。小説のレビューの中でウィリアム・ B ・ヒルは本当にいい小説と書いた。ヒルが小説の単純さや動物が例え話ではなく、 現実的なキャラクターということなどを称賛した。小説の内容が詳しすぎると思った部分もあったが、一般的に面白いキャラクターがいる信用できる魅力的な話だと思った。プラサービルのマウンテンデモクラットという新聞のロバート・ラムゼーは、小説の話がいつも面白く、トットとコッパーが忘れられないぐらいいい主人公だと述べた。ダットンの文学賞に値する小説だと思い、 マニックスの動物の世界を分かって描くする能力を称賛した。カソリックライブラリーワールドの評論家は、マニックスがキツネの生活を分かり、この小説が読むのが楽しいと述べた。リチャード・アルデン・ナイトという小説家とスポーツ選手はこの小説が今まで読んだ動物の考え方に関する本を超えると称賛した。ナイトは、天敵の話は感情を込めてよく伝わると思った。 レディング・イーガールの評論家は、マニックスが、読者は、自分がトットか、コッパーだと感じるぐらい素晴らしく話を書くだと思った。この評論家によると、キツネと猟犬の劇的な反対のおかげで、話が、とても面白くなるそうである。キツネと猟犬が、ダットン動物文学賞を受賞したとき、ウォルト・ディズニー・ピクチャーズが、上映権を購入した。1977年に、 映画の制作が始まった。1200万ドルがかかり、その時まで最も高いアニメーション映画になってしまう。子供や家族向けの映画を作るために、小説の話は多く変わった。制作が完全する1981年まで、可能性の低い友情という話になってしまった。映画の内容は、天敵のはずの動物が社会がたまに自分の気持ちを超え、役割を押し付けるのを習うことである。 ありがとうございます。